はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、チーズケーキをね、最近作ったものをですね、家族があんまり食べてくれないので、まあ、仕方なくね、料理に入れております。そしたらね、クラムチャウダーっぽい味になってね、美味しいんですよ。なんかね、こう最近ね、その野菜スムージー飲んでるじゃないですか、僕ね。それはね、白ごまときな粉を入れて味を楽しみながらね、飲むことができてるんですけども、もうね、毎日同じ味だとやっぱ飽きてきてね、なんか変化を求めた結果ですね、チーズケーキを入れるようになりました。まあ、毎食ではないんですけども、まあ、チーズもね、乳製品だからね、まあ、使いすぎたらね、コレステロールとね、中性脂肪とね、まあ、ヘモグロビン A1C っていうね、数値がね、上がりそうな気がして、怖いのでね、毎食は入れておりません。でもね、美味しいからね、入れたくなるんですけどもね、まあ、ちゃんとね、我慢してね、食べて、いい分量を、糖尿病食品交換表ってね、あったじゃないですか、これね、紙があるんですけどもね、それを見ながら、入れてます。そしたらね、お腹がね、ゆるゆるになってきたんですよ。便がゆるゆるなんですわ。あ、痛くないんですよ。菌に負けての腹痛とかはほんまにありません。下痢なんですけどもね、ゆるゆるやからね。でもね、もう痛いっていうね、下痢じゃないんですよ。その、まあ、菌に負けてね、腹痛やったら、まあ、もしそうなってしまったらね、その骨髄移植のね、合併症であるね、GVHD、移植変態縮小病っていうやつに、ね、なってしまう可能性があるので、まあ、それはちょっと避けたいところなんです。まあ、チーズケーキといえどもね、クリームチーズを使ってますので、まあ、チーズの中でもね、脂質が多く含まれてますので、そのタンパク質ではなくて、多脂性食品として脂質に分類されます。多脂性食品っていうのはね、他にはですね、牛バラ肉がカルビですね、で豚バラ肉でしょ、でベーコンであん肝で鶏皮などがね、分類してます。これらと同じ種類やったらですね、飽和脂肪酸がね、多そうな気がしてね、なりません。まあそうなるとね、糖尿病によるね、心筋梗塞やね、動脈硬化やね、脳卒中のリスクがね、高くなります。あかんやん、絶対あかんやん、そんなね。糖尿病にならんように食品交換表をね、見てね、食べてるのにですよ、余計に糖尿病になってしまうやんって感じなんです。飽きませんね。もう免疫抑制剤飲んでるからね、ただでさえ健康な人よりもリスクが高いのにね、メタボになる率も健康な人に比べて4倍ですので、怖なってきましたわ。まあでも4倍やから、かける4やから、逆に割る4すればいいんですかね。例えばクリームチーズを 20g のところですね、割る4やから 5g ですよね。同じ味をね、感じることができるんでしょうかね、果たしてね、5g でね。まあ、でもちょっと調べたんですけどもね、その同じチーズでもチェダーチーズっていうのがね、コレステロールを下げたという研究発表がね、ありました。あのですね、食事摂取基準2015にですね、飽和脂肪酸の摂取量を減らすと心筋梗塞になるリスクがね、下がると書かれてるんですよ。まあ、それはね、乳脂肪分のね、乳脂肪の約 62% がね、飽和脂肪酸だかららしいんですよ。しかしね、飽和脂肪酸が多い乳製品をたくさん食べても心筋梗塞など循環器系疾患になるリスクはね、無関係だとか、日本人ではね、乳製品摂取量が多いほど循環器系疾患になるリスクが、ね、むしろ下がるといった研究報告がね、発表されるようになりました。続いてね、2017年にはね、チーズのね、飽和脂肪酸はね、血中総コレステロールの濃度をね、統計的有意にね、下げるという論文がね、発表されてます。この研究ではですね、203名の健常な50歳以上の被験者をね、4グループに分けて実験を行いました。で、A グループは普通のチェダーチーズを、で、B グループには低脂肪チーズとバター、で、C グループにはバター、カルシウム、ガゼインプラス炭酸カルシウムを6週間食べてもらいました。そしてね、最後の4つ目の D グループっていうのはですね、その方にはですね、最初の6週間はチーズ抜きの食事をしてもらって、その後普通のチェダーチーズを6週間食べてもらいました。だから D グループの方のみには合計12週間の実験に参加してもらって、 A、B、C グループは6週間のみの参加です。で、いずれのグループもね、乳脂肪換算で約 40g 毎日ね、となるように、またその摂取エネルギーもね、同じに調整しました。そして試験終了後の、血清総コレステロールを測定してですね、実験前の値とね、差をね、求めました。
そしたらその結果どうなったと思いますか。なんとですね、 A グループの普通のチェダーチーズを6週間食べたグループの総コレステロールが最も下がったんですよ。次に B グループ、C グループの順となりました。このね、食べてた乳脂肪でしょう、タンパク質でしょう、カルシウムっていうのはですね、全てのグループで同じ分量なんですよ。それでもチーズの形でこれらを摂取した場合にですね、最も総コレステロールが低下したんです。そして一方ですね、 D グループはね、チーズを食べなかった6週間で総コレステロールが若干上昇してしまったんですが、その後チーズを食べると低下したんです。まあ、この結果でね、僕はね、チェダーチーズを食べようかと思いましたよ、ほんまに。今から買いに行こうかなって感じなんです。ね、チーズの形のままがね、いいと書いてましたね、ほんでね。まあ僕はね、その歯に詰まりそうで嫌なんですけどね。ほんでね、奥さんにね、チェダーチーズってどんなんなんて聞いたらですね、あれや、オレンジ色の味が濃厚なやつやってね、教えてくれました。なのでね、チーズバーガーのチーズというイメージがあるんですけどね、ひょっとしたらそれがね、合ってるかもしれないですね。もうあとチーズバーガーのチーズってね、オレンジ色じゃないですか。イメージなんですけどね、マクドナルドのチーズバーガーってオレンジ色してるんで、あれがチェダーチーズになっちゃうかなって僕は勝手にね、思ってます。でまあ、カルシウムが取れてね、コレステロールも下げれるなら、ほんまにね、チェダーチーズ食べたいですよ。もうそれやったら魚でええやんってね、皆さんから突っ込まれてそうですけども、魚は食べてますよ、ちゃんとね。サバもシシャモもね、ブリも食べてますよ。でもまあ、野菜ほど食べてないのでね、野菜生活とともにですね、魚生活もね、やっていきましょうかね。魚買ってこなあかんやんな、ほんならね。まあね、その飽和脂肪酸やね、不飽和脂肪酸をね、取らなあきませんので、オメガ3ですよね。アマニ油ですよね。まあね、今日の動画の最初に言いました、便がゆるゆるになってしまうのがね、原因がそのほんまにそのクリームチーズなのかはね、わからないですけども、こういうね、魚とかオメガ3のアマニ油とかね、チェダーチーズっていうのがね、もし使ったらね、便がゆるゆるになるのを防げるかもしれないんでね、ちょっと本当にね、試していきます、体のためにね。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。